エイナル・エングルンドは、フィンランドの音楽家。20世紀スカンディナビアの作曲家では、おそらく最も有名な一人に数えられる。また、ピアニストとしても活躍した。スウェーデン、ゴットランド県のリューガム出身、ジャン・シベリウスと同じく、スウェーデン系フィンランド人である。1941年まで、シベリウス音楽院にて、ベングとカールソンに作曲を指示。 さらにピアノをマッティ・パーボラより指揮法と還元楽法をレフ・フンテクより訓導を受ける。第二次世界大戦中の従軍経験から1946年の公共曲第一番は戦争という副題が付けられた。この作品と1947年の還元楽曲エピニキア・エピニキアによって激称される。ピアノ五重奏曲などの作品をシュベリウスに 査読してもらった結果、その推薦状を得て、米国に留学し、1948年から49年まで、タングルウッド音楽センターで、アーロン・コープランドに指示することができた。1956年に夫人に先立たれ、後に残された3人の我が子と暮らした。1957年から81年まで母校、シベリウス音楽院に作曲と音楽理論の教師として勤務し、 1976年に名誉教授に任命されている。さらにピアニストとしても活躍し、自作のピアノ競争曲を演奏しただけでなく、軽音楽やジャズの世界でも演奏活動に取り組んだ。最晩年はかなり穏やかに過ごしながら、様々な機会に応じて、数多くの移植作品を手掛けた。83歳の誕生日から10日後に、郷里で死去。 エングルンドの作品のうち、公共曲が7つあり、そのほとんどが、副題付けである。第1番、戦争公共曲指定センフォニア。第2番、クロータドリ公共曲ミスタリケターセンフォニア。第3番、バルバロッサバルバロッサ。第5番、フィンランド風フェニカ。第6番、アホエメイヤである。弦楽器と打楽器のための、公共曲第4番、ノスタルジアノスタルジーニン人は、 ショスタ・コービチの追悼に捧げられている。無題の公共曲第7番は1988年に完成された。エングルンドはその他に2曲のピアノ競争曲を作曲しており、中でも第1番はセリム・パルムグレンの競争曲第2番と並んでフィンランドのピアノ競争曲の中でも屈指の名作に数えられている。この他にチェロ競争曲、 バイオリン競争曲、フルート競争曲、クラリネット競争曲のような一連の競争曲がある。純粋器楽では他に、室内楽があり、とりわけ、ピアノ五重奏曲、弦楽四重奏曲、漢楽五重奏曲が重要である。他に、マックス・フリッシェの儀曲、万里の頂上への劇不全音楽や映画音楽、トナカイのような機械音楽もある。エングルンドの作品は、式的に、 新古典主義音楽に数えられる。部分的に不協和な火星が形成されているものの、調整の枠組みから決別してはいない。ストラビンスキー、ヒンデミット、プロコフィエフ、ショスタコービチの影響は明らかで、後にバルトークにも影響された。エングルンドは管弦楽曲の卓越した作曲家であり、シベリウスやマデトーヤと並んで、 ファインランドの最も重要な公共曲作家であった。声楽曲はさほど考慮されず、室内楽曲は晩年になってようやく打ち込んでいる。1950年代からフィンランドの作曲界が十二音技法や音列技法に傾く頃、エングルンドは愛する妻の死も相まって沈黙する。かつてフィンランド音楽の革新者とみなされていたエングルンドが今や 時代遅れの作曲家と呼ばれるようになったのである。エングルンドが社会に対して勢いを取り戻したのは1971年以後のことであり、公共曲第3番は作曲者自身が代表作として評価している。ありがとうございます。